60秒間に隠されたメッセージ、平野翔のビアボール CM は青春そのものだった。衝撃のビール ACM で見せる平野翔の料理に女子はみんな魅了。平野翔くんが出演するナンバーアンダーライン愛のビアボール CM。たった60秒の映像の中に彼の魅力が凝縮され、ファンならずとも目を奪われること間違いなしです。 爽快な海辺のシーンから始まるこの CM は、将軍の躍動感あふれる姿からスタートします。青空の下、仲間と笑い合いながら走る姿は、まるで青春時代に戻ったかのよう。特に印象的なのは、彼が見せる高く美しいジャンプ。鍛え抜かれたしなやかな肉体だからこそ可能なその跳躍は、彼の秘めたるパワーと、 未来へ向かって力強く進んでいこうとする意志を表しているかのようです。将軍の表情から伝わってくるのは仲間と過ごす時間の楽しさ、そして何にも縛られず自分らしくいられることの喜びです。ナンバーアンダーライン愛のメンバーは彼にとって単なる仕事仲間ではなく、共に夢を追いかけるかけがえのない家族のような存在なのかもしれません。 それは CM の中で見せる彼らの自然体なやりとりからも伝わってきます。場面は変わり、3人はホームステイへ。そこで彼らがとった行動は、なんと、じゃんけん。楽しい雰囲気の中にも、公平さを大切にする彼らの姿勢が垣間見えます。日常の些細な場面でさえも、エンターテイメントへと消化させてしまうところが、彼らの魅力の一つと言えるでしょう。 そして料理好きの将くんはじゃんけんに勝ち誇りキッチンへ食材を丁寧に扱い味見をする真剣な表情からは彼の真面目で丁寧な人柄が伺えます完成した料理を嬉しそうに見せる笑顔はまるで太陽のように周りの空気を明るく照らしますこんな素敵な男性がいたら毎日が笑顔で溢れるに違いありません CM は 彼らがキンキンに冷えたビアボールで乾杯するシーンへと続きます。美味しそうにごくりと喉を鳴らす姿は、見ているこちらも思わずごくりと喉が鳴ってしまうほど。ビールとアイスを混ぜるという斬新なアイデアは、神宮寺くんの提案だそう。こんな風に、自由に新しいものを想像していく彼らの姿は、まさに、ナンバーアンダーラインアイというグループの個性と重なります。 続くシーンでは、ダーツを楽しむ彼らの姿が映し出されます。真剣な眼差しで狙いを定める将軍の横顔、そしてダーツを投げる際にあらわになる鍛え上げられた力強い腕、その姿は多くの女性の心を射止めることでしょう。遊びを楽しむ無邪気な笑顔と、時折見せる男らしい表情のギャップ。このギャップこそが、 彼の最大の魅力の一つと言えるのではないでしょうか。プールサイドで音楽を奏でるシーンは、まるで青春映画のワンシーンを切り取ったかのような爽やかさ。仲間と音楽を奏で、楽しい時間を共有する姿からは、彼らの強い絆を感じることができます。白いシャツを着た翔君は、まるで天使のように輝いて見え、そこにいるだけで周りの空気を明るくしてくれる、 そんな不思議な魅力を持っています。CM は夕暮れのバーベキューパーティーでクライマックスを迎えます。温かな光に包まれながら3人は笑顔で語り合いビアボールを組み交わします。仲間と過ごす時間、そして何気ない日常の中にこそ本当の幸せがある。この CM はそんなメッセージを私たちに語りかけているようです。 将軍のキラキラとした笑顔、仲間との絆、そして何事にも全力で楽しむ姿勢。この CM を通して、私たちはたくさんの元気をもらえるのではないでしょうかそれは、単にビアボールという商品を宣伝する以上の、心の奥底に訴えかけてくるメッセージ性を持っているからこそ。私たち視聴者は、CM を通して彼らの作り出す世界観に引き込まれ、 まるで一緒に旅をしているかのような気分を味わうことができます。そして CM が終わった後も彼らの笑顔が心に残るそんな記憶に残る作品となっています。そしてこの CM が私たちに問いかけるのはあなたにとってのビアボールは何ですかという問いではないでしょうか。それは気の置けない仲間と過ごす時間かもしれませんし。 夢に向かって頑張る自分を奮い立たせる活力かもしれません。あるいは日常の中でふと訪れる穏やかな休息のひとときかもしれません。平野翔君くんというフィルターを通して描かれるビアボールの世界は私たち一人一人の心にそれぞれのビアボールの物語を想起させてくれます。それは賑やかなパーティーのような華やかさを持つこともあれば、 静かで穏やかな時間の中で味わう一杯の温かさを持つこともあるでしょう。大切なのは自分にとってのビアボールを見つけ、それを心から楽しむこと。この CM はそんなメッセージを私たちに語りかけているのではないでしょうか。将軍の笑顔、仲間との絆、そして何事にも全力で楽しむ姿勢。これらの要素が ビアボールという商品と見事に調和し、私たち視聴者の心を強く揺さぶるのです。CM という短い時間の中で、これほどまでに深く、そして鮮やかにメッセージを伝えることができるのは、出演者、制作人、そして彼らを支える多くのファンによる、一つの作品と呼べるほどの強い思いが込められているからこそ。この CM は、 単なる商品広告を超えた多くの人々に感動と共感を呼ぶ、まさに物語として私たちの記憶に長く留まり続けることでしょう。そして、この CM が投げかけるもう一つの問い、それは平野翔という人物の魅力とは一体何なのかということでしょう。端正な顔立ち、鍛え抜かれた肉体、そして人を引きつける華やかなオーラ、もちろん、 そういった外見的な魅力も大きいでしょう。しかし、彼の真の魅力は、その内面から溢れ出る輝きにあるのではないでしょうか。仲間を大切にする優しさ、何事にも全力で取り組む真面目さ、そして、周囲を明るくしてくれる無邪気な笑顔。彼の魅力は、計算されたものではなく、あくまで自然体で、飾らない姿から生まれます。 だからこそ多くの人々が彼の魅力に引きつけられ、心からの声援を送るのでしょう。ナンバ・ーアンダーライン愛のメンバーとして、そして一人の表現者として、彼はこれからも私たちにたくさんの感動と元気を与えてくれるに違いありません。彼の未来が希望に満ち溢れたものでありますように。そして彼の放つ輝きが、 これからも多くの人々を照らし続けてくれますように。私たちは彼のさらなる活躍を心から応援しています。最後にこの CM を見て私たちが感じるのは友情の素晴らしさ、そして自分らしく生きることの大切さです。翔くんが見せてくれる輝く笑顔は私たちに今を精一杯生きることの素晴らしさを教えてくれます。 この CM は単なる広告を超えた一つの物語として私たちの心に刻まれることでしょう。